おじさん VS パチ女子仁義なき六本勝負ということで、にわかに盛り上がっております。こんにちは、はい、こんにちは、おはようございます。何ちゃんですか。はじめまして、あゆあゆと申します。あゆあゆちゃんでございます。よろしくお願いします。え、出身は。出身は神奈川県です。やっぱお酒好きなんだ。お酒お酒大好きですね。いや、いいですね、はい、まだちょっと朝10時なんで、ちょっとまだ今日は飲んでないんですけど、さすがに。やっぱお酒どういうのが好きですか。お酒はそうですね、シュワシュワしたのとか。あ、甘いのがいい、辛いのがいい。あ、辛いのが、じゃあ、あのクリュークあたりが。クリュークあたりが。お金かかりそうな女大好きでございます。さあ、というわけで、はい、おじさんとの戦い、これで何戦目なんだ。6戦目。今のところおじさん勝ってるらしいですけど、はい、今日は逆転目指してもらわないと。そうですね、これが最終戦ということですよね、うん、負けたら最後に出た女子が全部の責任を背負うっていう、いやー、そういうことで私さん、はい、あの最終戦なんで、はい、いろいろするから。いや、今まで皆さん期待してくださいね。今日は18件でございますよということなんで、はい、新人なんだよね。そうですね、まだパチンコ打ち始めて5ヶ月。あら、いろいろ教えてあげなきゃいけない、はい、ちょっといろいろ教えていただいて割と何、あの物別れいいタイプですか。はい、物別れは、あともう、はい、こう打算の上、もう行くべきとか行くみたいな腹くくって、いろいろ。パチンコ打ち方ですか。いや、そらおっさんに対してだろ。おっさんに対して金になると思えばやることはやりますよみたいな、そういうことは。まあできる限りのことは。おっしゃよなということで、今日は玉出した勝ちなんでね。そうですね、そうですね、はい、今日は、まあ、台はさっき決めたんですけど、何を言う。はい、今日は、まだ一度も打ったことのないリゼロ2を、うん、いいですね、台確保できたんで。金かかるけど、はい、今日はあのワイの財布から出ないもん。はい、そう、今日は合ってる。そうですね、カメラがないときは出す、よく出す。はい、カメラあるとダメ、試合だから今日ね、はい、皆さんも見てるのね。そういうことです、はい、で今日はね、あのワイワイとルパンのスマーパチなんで、しかも表裏のところに、はい、今そうね、後ろからいろいろやっちゃいたいと思います、はい、今日は、スマーパチ信頼勝負でございますんで、はい、まあ派手な絵になることを期待して、はい、初体験のリゼロ2で、どのような初体験のリゼロ2で、ちょっとあのいやらしいリアクションとかもいろいろこう試してみて。あ、いやらしいリアクション。そう、もうおっさんだからすぐクロッと騙されて次の子も買うからそうなったら勝ちだから。わかりました、ね、はい、ということで、じゃあ六本勝負の最終戦、はい、あゆあゆちゃんと頑張ってみたいと思います。行ってきます。行ってきます。はい、それではね、本日初打ちのリゼロ2を打っていきたいと思います。先輩方のね、5000を取り返すべくここで3000、そしてプラスアルファ引いていきたいと思います。よろしくお願いします。カスタムは先バレモード、推しキャラは、エミリアタンなのでエミリアタンで、楽曲はデフォルトで、オートボタンオフで、はい、これでいきたいと思います。いや、今までリゼロめちゃめちゃ打ちたかったんですけど、今日は初めて打てます。で、今まで私、ミドルタイプ319分の1しか打ったことなかったんですけど、今回このリゼロ2は 349.9 分の1なんで、初めてですね。どれぐらい変わるのかはちょっと私まだパチンコ歴が浅いのでわからないんですけど。さあ、それでおじさんチーム大将万発ルパンでやってみたいと思いますね。これはバレっときましょう。これあの、まあ先バレでね、今の代のお約束として打つわけですが、赤バレ、赤紫バレってあるんですよ。紫バレで当たるとラッシュ確定、これ 50% なだけに、紫で泣いた時大概やばいですね。うーってなるんで、先読みカスタムはちょっと先読みチャンス、ギアバイブ、この辺はまあどうでもいいですね。この辺は
最初真面目なルパンの話からしていきたいと思いますが、まあ、50%突入オール1500、裏目を引いても1500、しかも100回の、連鎖ブチダン付き、確率インチキ操作してないんで、20数%引き戻しがある。右は1500の 81% ループということで、まあ、ある意味海物語的という言い方ができますね。海物語は今大海で 63%?60% じゃないですか、オール1500の。こっちは81になったオール1500と思えばいいんで、まあ荒い海ですね。実はありそうでなかったです、このスペック。打ち始めてますか？はい、打ち始めてます。どうですか、良さそうですか？いや、初めて打つんでね、可愛いです、すごく。そう、先バレでやっぱり打つのかな。先バレで打ってます。先バレの何がいい？ボキュン。そういうビクってしたい感じ？いや、もうポキュンでビクってして。あ、やっぱビクビクってするタイプ？あ、ビクビクは結構するタイプ。あ、皆さんビクビクするそうなんですよ。どういう時ビクビクするんですか？え、結構大きく大きく大きくビクるんですか？結構大きめに、はい、結構音大きいじゃないですか。大きい大きい、結構大きめに、だからビクっちゃいますね。油断したら全部島に持ってくから、そこうまくやれよ。それしか引き出しが開かないようになっちゃってるんだから。やばいやばいやばい、おじさんになるともう島にしか開かないからね。はい。え、もしかしてリゼロのアニメとかは詳しいのかな？めちゃめちゃ見てますね。そうなんや。はい、リゼロは2週ぐらいしてるかな。え、マジか。へえ、はい、あ、そうなのね。なんか前作のリゼロと今回はない、お話が違うお話ってことなの？そうですね、まあ話続いてるとこもあるんですけど、うん、前回一期では、うん、そもそもエキドナさんが出てきてないんですよ。いないいないですね。なんで今回このシーズン2からエキドナさんとかいろんな魔女が出てきて、なるほど、真相が分かってくる。で、ベアコベアコの、ああ、はい、こととかも一期ではあんまり出てこなかったところが出てくるんで。なるほど。なんか歯がギザギザの人がいるじゃん、女の子。はいはい、フレッテリーか。あ、そう。あいつちょっと可愛いかなと。歯ギザギザやなんかって。あれな、あの人魔女なの？フレッテリーかさんは魔女じゃない。ないんだ。あれ仲間なんですか、あの子は？あれは仲間ですね。仲間ね。あの藤子ちゃんみたいな女の子はワイ大好きなんですよ。藤子ちゃんボディ。ボディ、いや性格が。あ、性格？ボディはもうそら150点なんですけど。ああいうクソ生意気ですぐ裏切って。あ、どういう性格なんですか？え、藤子ちゃん、はい、あのもう嘘をつく、裏切るで、色仕掛けですぐ騙す。あ、じゃあ悪い女が大崎さん。大好き。もう悪い女であればあるほどお金を使っちゃいますね。え、あやちゃん悪い子ですか？あ、私ですか？おう、うん、まだ10時なんで、今はまだいい子かな。そっか、まだね、この時間から悪い子だったらやばいよな。やばいですよね。じゃ 日が落ちてる頃からちょっといい感じになっていく、牙むき出すかな。あ、育っていただきたいですね。ほんとね、ちょっと恵まれたものを持って生まれてきてるんだから、それをどれだけ利用していくかだぞ。そうですね。そうだよ、しかも直接的に金になることで利用していけ。ほんと、アドバイスいただきました。ちょろいと思ったやつには徹底的に媚びを売れ。で、そもそもそれまで別の仕事をしてたんだよね。だってライブ配信をしてて。ライバーさん。はい。マジか。なんで、配信しながら競輪やってたりとか。え、何その男感。そうなんだ。はしてました。投げ銭で食ってたんだな、じゃあ。そうですね。今もライブ配信してるんですけど。そうなのね。はい。そうか、ライバー女子だったのか。ライバー女子です。やっぱあれ何、弱者男性からだいぶ金蒸してんの？弱者男性という表現は私はしないんですけど。でも、でもそういうことだろう、要するに。まあ、配信を日々応援してくれる方。ありがとうございます、という気持ちで。折り術読んでるのも大体弱者男性なんで。同じ取り組みでやっていけば大丈夫。なるほど。はい、さあちょっと待って、今いい音、いい音きた。
第一発先バレ満発でございました。さあここから、まあ、ギジさんに行くはずなんで、県にもう一発、まあ、概ね信頼度 40% だと信じてます。これ紫で止まっちゃうとほぼ当たらないです。はい、これはあのリゼロも同じですね。紫が一番ちょっと嫌な色ですね。緑だと一文字あるから、変化持ってる。これ赤あるね。一応これで可能性あり。あ、とりあえず一発目の金、これで五分ぐらいになりましたよ。ブルってくからね。赤タイトルあるんじゃないでしょうか。アイアイちゃん、このリーチ当たるか外れるかどうでしょう。満発のリーチ絶対に当たります、うん、お、いいこと言った。ワイは外れると思ってんだけど、そうだ当たったら、うん、体で払います。体でね、ちょっとそんなあの一瞬ドン引きしたリアクションやめてもらっていいですか。おいしくいただきますね。ほらもう台とかどうでもよかったさ。当たった。うわマジか。ナイス。いや足りないと思ったっすけど、なんか敬語になっちゃって、ありがとうございます。おめでとうございます。あやちゃんのおかげでございます。じゃあこれでクリーグ1本目ね。1本目、はい、1本目ね。ドーン。これは通常の666ですが、時短がつくのがいいところということで、初当たり満発です。ありがとうございます。おめでとうございます。あらす。はい、ありがとうございます。さあここからは右ですが、はい、右でも、先バレカスタム入れておりますんで、今日リゼロ初打ちなんですけど、うん、前回のリゼロよりもステージがしっかりしてるので、うん、何専門的な意見をしてんだよ。ステージをが結構しっかりしてるので、しっかりとストレージ止めをした方がいいとネットで、あ、ネットで見て勉強してんの。ネットで見て実際に打ってみてもそう感じました。すげえな、半年でこんなことを言うんだ、みんな今の子は。いやでもおっしゃる通りでございます。そうですよね、はい、行き着くところね、丁寧に打つかどうかなんで、はい、ワイはあまりにも雑でいつも店長から言われるんですけど、補散補4度みたいなことをだんだんやんなくなって実際のへそ入賞数とあの有効スタート数がずれにずれちゃって、大崎さん下手ですかってすっげー言われるの。そうやってでも下手に思われておいた方がなんかこいつちょろいと思われて楽でしょ。本当にちょろいやつがちょろい振る舞いするとは金なくなるだけだけど、計算ずくでちょろいをやってるとね、いいことがありますよ結構。はいはい、ちょっと待った。お、右でまたバレてます。こんなのある、これ。しかも村バレですよ。まあ右やから当たり前けどね。さあ緑のキューブの保留、これ当たったらもう早くも2本目入っちゃいます。これかわいいね。当たってほしい。ここ今日の勝負どこやね。これ決まるかどうかで今日の勝ち負け決まる気がする。五右衛門だけは勘弁やな。あ、よし。うわこれはもういっちゃったんじゃないですか。ちょっとこう DVD で放送禁止の部分が出ておりますこれは外さんやろ。外したらちょっと平和訴えますいいね、これやっぱりもう
ルパンだなって感じのアニメいいね。いらんことやってないし。よし、こんなに美しく決まる日は100日に1回だ。アイダちゃん、ラッシュ、はい、引きました。おめでとうございます。さあ、というわけで2本目、そうめんの方も入っておりますそうめんまで来ましたね。はい、クリュックそうめん10連したらあれだな、 P2 だな、うん、おお。なので、で、喋りに行き詰まったらちょっといろいろチラ見せしたりとか、そういうダブル作戦でやってくださいねまだ見せません。あ、ちょっと1万円使うためにちょっと1個ずつね、お洋服が休憩、そう、1万円ごとになんか布薄くなっていくパチンコ。そう、1万円ごとにじゃあ靴下プレゼントとかやると本当に超人気になると思いますよワイはすぐ応募するから、はい、それ私お金なくなって靴下もなくなって私悲しいだけですよね。そうしたらワイがですね、はい、全て面倒見ていきます。ありがとうございます。安心して、うん、水揚げは得意だから、安心してパチンコを打つことができます、はい、スカウト水揚げは任しとけ、はい、7点来てます、ありがとう。順調だよこっちは。はい、はい、これ3本目何本目なんだこれ、シャンパン分からなくなっちゃったな。7点ですが、ありがとうございました。グズコちゃんいいね、ヨウさん強欲出てるよ。ピオさん出てんの？ピオさんは強欲、強欲なう。本当に部下思いの上司ならこのカード使えないよっつって来るからね。それが来ないやつはまああの見せかけだけのインチキ上司と思ってて。いいね、テンパったのだけは評価したいです。なんていやらしい格好なんだ。お疲れ様でした。というわけで満発4連終了でした。6000発ありがとうございます。ちょっと2枚目を突入する前に、はい、あのパチンコ打つときにいつも持ってるものがあるんですけど、なんなん、ラムネです。ラムネ、はい、やっぱブドウ糖を取って、やっぱりね、そうなんです、ブドウ糖を取って、うん、やっぱ脳に栄養を与えて、そういうことだ、あのきちんとした判断ができるように、そういうことだ、はい、ということで2枚目行ってきます。行ってこい、大きくなって帰ってこい。あ、ポーキュン、え、ポーキュンからのドナップル来ました。金ショコ、金ショコいいですね、来ました。5点杯奇数の方が、はい、伊地さん、5点敗です。ベルッと、あ、これもしかして私の名前、私の名はただのエミリア、来た、私の名前はただのエミリア、私の名前はただのあやゆ、氷結の魔女、今日は絶対氷結飲みます。よし、初当たり来ました、初当たり、待って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 
まだ当たってない。まだ濃厚濃厚濃厚。先走っちゃった。ロズワールですね。はい、ロズワール。白。白。からの、からの、ここ大事なの、からのここ大事、アップルきたー、揃いましたか、まだですか、まだ揃ってないですか、まだ揃ってない、今はラムちゃんか、まあ、だいぶ熱そうやな、いやー、おめでとう、いや、こっからが大事なんで、うん、音聞かせてや、はい、何ですか、金がいい、金がいい、金、うん、白、スバルくん、スバルくん、よろしくお願いします、殲滅してくれ、早く、内射幕？内射幕？嘘。あ、飛んでる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 、エキドナさん飛んでますよ、エキドナさん飛んでます、超飛んでます、超飛んでます、お、エキドナさん、まだまだいる、まだ超いる、まだ飛んでちゃった、単発でした、お疲れ、新大久保に行った時にパチンコ屋さんがあったんで入ったんですけど、うんうん、あ、そうなんよ、人生で一回もやったことないから、おうおう、どんなもんなんだろうなって、やり方わかんないもんね、大体やり方わかんなくて、で友達は何回かやったことあったんで、うんうん、教えてもらって、教えてもらいながらやったら、え、面白い、え、何言ったんだよその時、その時は、うん、エヴァとユニコーン打って、あら、うん、ユニコーンでビギナーズラックで2万発出しちゃったんですよ、え、すごっ、で、あ、それは面白いわ、しかも投資がもうほんと3000円とか、え、すごいな、それはハマるわ、で、え、すごい、え、めっちゃお金も増えてるしみたいなね、そう、お金増えたってなって、ああ、だからそっから賭け事に興味が、そうですね、その前にまあ競輪とか、うん、競馬はやったことあったんですけど、うん、パチンコってこうどこにでもあって、うん、気軽に行けるし、そうだね、あ、これは面白い、ハマるなって、あ、よかったじゃん、じゃあいい出会いをしたな、そうですね、なんかふとした時に、そう、そこで気づいちゃったらね、楽しいことは一つも多い方が人生楽しいからさ、そうですね、うん、そう、パチンコはやっぱりそう男性のファンが圧倒的に多いもんで、うん、若い女の子はパチンコやってるとそれだけでなんか嬉しくなっちゃうんだよ、みんな、そう、あの女性と言ったら大体1円の海にいるあのおばあちゃんが多いからさおばあちゃんは女性ですけど、女性です、一応女性ですけど、そういう感じじゃないじゃん、もうなんかほっこり、あ、幸せだなっていう感じなんで、おっみたいな、なんかムズムズしそうみたいなのは、まあ、綺麗な子ですからね、そうか、ちょっと夢を与えてくださいよ、パチンコあったら、そう、こういうこともしかしたら隣で打てるかもしれないって言ったところでバレました、おお、紫バレーです、3点くるんじゃね、これワンチャン、3点きた、超激アツだぞ、こいこい、エルパン保留です、入りは激アツやね、当たったら次はどれに行こうかな、 P2 は早いんで、じゃあ普通のドンペリで1本挟んでいきましょうか
ドンペリ飲み放題ですね。去年ぐらいからドンペリ味変わったんだよね、ちょっと、飲みやすくなったよ。ちょっと写真撮っちゃう、藤子ゾーン入っちゃって。これは外れたらちょっと暴れるなあ。外れないわこの流れは。今んとこ足りてないものがない。収録中であるが自分の SNS 映えの方が大事なんでスマホで撮る。どんどん遠慮なくやった方がいいよ。あ、わかりました。関係ねえからもう。あ、なるほど。自分が大事だから今日結構いろんなことを教えていただいてます。そう、もうそう、それでいいんだよ。あんまり遠慮していいこと聞こえないから。あ、なるほど。いいですね。これ紫でバレてるっていうところがポイント高いわけよ。紫バレとかいらねえよっつってたんだけど、めちゃくちゃ嬉しいわ。お待たせしました。からのバッサーラーだーだーあらーす。いや、大崎さんに全部持っていかれてます。ここはね、ちょっとあえて先バレ外したいと思います。オフ、オフに、オフでやっていきたいと思います。あ、あ、当たってるしいろいろ、いろいろやってるし、当たってるし割とあの速度丸じゃなくて、変動をちゃんと見せてくれるタイプの ST なんで。ポキュン来ました。おーし、ポキュン来ました。よし、じゃあワイは先終わらすと寂しいからそのリーチの行方を決まるまでちょっと休ませよう。ドナップルはないです。え、これは、うん、ゼロ、お、ゼロ、ちょっと紫君を救うためなら俺は何度も。ほんまか、ほんとか、スバル、ほんと死ぬ。ずっとここ触っちゃう。ちょ、寄れよカメラ、お前手に、手に寄れよお前。ガーフィールです。指が綺麗ですね。ありがとうございます。なんかあとちょっと棒状のものを持っていただきたいとか。リーチ中に言うのやめよう、こういうのね、怒られるから。緑緑、え、全部同色でも結構熱いから、次はまあ大体赤になってお疲れって感じでしょ。ねえ、フラグ立てないでくださいよこれがあの典型的な外れパターンですしょうがない、しょうがない、しょうがない。かわいい、超かわいいんですけど。本当に1回デートしよう。1回と言わず2度3度2度3度2度3度いい、ね、1度と言わず2度3 度, 2度3度コール言ってんじゃねえよお前絶対これ怪しい、この女は素人ではないとか言ってる間に抜けちゃいそうです。おー、マジかよ。お疲れになっちゃった、これ。はい、2連チャンで終わり。地味やったな。地味でした、お疲れさん。ということで3000コア乗せ7000発当たりは取れてるが大きいのがない。
気持ちいい音が、うん、だんだん機嫌悪くなってきて、いいよ、本領発揮してきてがいいよ大事だぞ。気持ちいい音が隣からもずっと聞こえてるんですよ、ずっと。お前意外と口悪いよな。え、そんなことないですよ一ヶ月しろ、本当に。え、そんなことないですよ。いや、いいなって、いいなってね。私も汁そろそろ出したいな。汁、あ、汁ですか。はい、はい、まあ、下ネタはあかんって。違いますしかも汁とか下ネタの中でもだいぶあのやばい方面の下ネタじゃないですか。大丈夫ですか。汁出したいですよこのままだと目から、目からの汁になっちゃうんで、今のとこね、はい。DVD だからかぶせるのやめておこう、うん、飲み行ったらいろんなとこにかぶせるけど。ということですか、うん、いや DVD なんであんまり下品な方向にね振ると怒られるからね、上の方から。脳汁ですよ。脳汁ですか。はい、そうですか。脳汁です。なるほどね。脳汁を求めてるんです今脳汁って作ったのはパチンコ一緒ガイドだよ。そうなんですか。そうだよ、パチンコ一緒ガイドが作った言葉だよ。今一般的に使われてるでしょ。確かに。え、ど、別にね、誰でも誰でも使われてるでしょ。誰でも使う、パチンコ関係なく。1992年にできたんだよ。すごっ。作った人、あの、ワイの上司だったっす。え、副編集長だった当時。副編集長さんが作ったの。え、脳汁ということ。そう、初めて世の中で活字になったのはパチンコショーガイドなの。そう、そういうことをほらパチンコ関係なく知ってたけどガイドワークスに入って知るとまた意味が違ってくるじゃん。こういうこと知っとくだけでもなんか、ね、友達に。をそうだよ、パチンコの本が作ったんだぜ。隣に移動しよっかな。隣、うん、なんかちょっとこの台昨日出過ぎてんだよね。なんかもう朝昨日の流れで当たったんだけどレーン伸ばせなかったのはもうワイの腕のせいなんで、右みたいな、左にスライドしよう。400回超えたところで左に移動しますわ。はい、馬券来た。あ、来た。ほらこうやって変化を当たると流れが変わるもんなんだよな。うなぷるはない。うなぷるないです。呼吸のみ。え、私ですよね今の呼吸もうよくわかる。あ、金車庫。ちなみに右の台むっちゃ出てんな。そうなんです。さっき見た時1回だったのに超伸びてんじゃん。さっきめちゃめちゃ伸びてました。隣の方、いや久しぶりに、久しぶりのポキュンよ。でこれ台を見てるふりしてこういうあの肩とか見てるんですよおじさんよく、ね、してなるほど。ちょっとねこれ開いてるんで。いいですね、お肌がお綺麗ですね。ここで当てたい。決まる。ドキドキ。ロドワールさん、緑、緑、緑、青、あ、青、青、緑、緑みたいな。やめてください、もう言うの。青、緑、緑の、ね、緑のカットイン。うわー、待って、ねえ当てました、青緑の。完璧じゃないですかここ当ててどうするんですかで緑カットイン、はい、もう予定通りの展開でこれ当たったらすごいけどな。逆に、うん、逆にこれ当たるようだと岸田総理大臣の支持率 100% になるって感じかな突然の総理突然壮大なうわうん、これは外れたということで、はい、まあ打ってもいいけど気持ち折れたら台エヴァもあるしいろいろあるぞ。 SAO もあるし、ワイも流れ変わるためにルパンの左の上に移るんで、どうしようかな。
ちょっとなんかもっとハマるような気がして。まあハマるよ今回は。だね。ワイワイは変わる。ワイはもう変わる。今の心折れるから。私も変えようと思う。いいこといいこと。変えます。やめます。リゼロ。まあ今日初めて打てたんでね。はい。ちょっと当てることはできなかったんですけど、気持ち切り替えて取り戻しにまくりに行きます。移動します。リゼロありがとう。次は勝たせてな。よし、大丈夫しました。ちょっと今日はルパンで押し切りたいと思います。言うてハマっといても時短分しょっぴいたら確率回してないからね。ただちょっとやっぱり単調になってきたのと気持ちがね。何打とうかな。でも私エヴァあんまり相性良くないって個人的に思っているんですよ。いやもうリゼロは打ちたくない前回もリゼロで大負けして、延々の消防隊で1番級先発出すことができたんで、延々でいきましょう。はい、ということでね、リゼロシーズン2初打ちの結果はもう単発のみ、1500発単発のみでだいぶねいかれてしまったんで、気持ちを切り替えて A の消防隊打っていこうと思います。このアニメももう大好きなんで、前回もリゼロで大負けしてこの A の消防隊で取り返せたんで、今回もよろしくお願いします。カスタムはアツのレバブルオンの隠しランプもオンにして、さあ普通でブルオンオン、はい、V フラワーいいです。よくわかんないんではい、こんな感じで今日もう超爆発的に勝ったぐらいのつもりでやってたのに全然話が違うね。やっぱこれが今の台なんだよ。伸ばせるべきラッシュを伸ばせない、これですね、全てはそれ。初当たりの回数とあんま関係ないですもん。これ1500ならまだだから意味あるけどね、時短もついてるけど、もうラッシュ伸びるか伸びんかが全てつってもいいね。だからギャンブルなんだ。ギャンブルをギャンブルじゃないというふうにして取り組んで勝とうというのはパチプロさんで、今でもそのやり方しかないわけだけど、どん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 ギャンブルじゃない部分が小さく小さくなってきてるからね。ギャンブルじゃないっていう体で打つためには時間数打たなきゃいけないんだけど、それやれる人は一般人の中でまあまずもっていないですよ。なんでギャンブルと割り切って角がいいかな、2番目がいいかなとか、今日は隣に可愛い子座ってくれたからラッキーかなとか、そういう基準で打ってていいと思う。楽しみ方は人それぞれであって、それに何癖つける必要もね意味もないんで。ワイバレた、いい音した。まあ先読みないんでちょっとそこだけだ。なかなか気になんないね。あ、ここまで続いたことはいないけど、これは今まで一番多い。100万人は行ったことないわ。
ていうか外れてんやけどね、100万人いってないっていうことは今まで。これは決まってくんなきゃ困るリーチになってしまったな。うわやられた。うはー、休もう。このリーチ外れると痛いわ。足りてなかった点は先読みチャンスにしてんのに先読み保留変化なかったこと、保留が結果なんだかんだ言って赤で止まったこと、はい、そして金色がなかったこと、まあ感じは足りてないですね。いやーちょっと休もう、今の当たったと思ったんで。4人目です。はい、4人目です。本日まあまあまだまだこっからこっから全然まくれるんでね、時間的にも多分全然まくれるんで頑張りましょう。4枚目、絶対大きく帰ってこいよ。絶対に大きくなって帰ってくるんだぞ。どうよ先輩、どうですか先輩。あんま機嫌よくねえなもうねすぐわかる。いいね、分かりやすい子はいいよ。あのお客が勝手に気使うから。いやなんか機嫌悪そう。なんかリゼロ打てたじゃないですか最初に。で私の隣で最初ピオさんが打ってって、私が角いて、ピオさんがいた台がめちゃめちゃ当たってたんで。やっぱり人が出るとあの切れるタイプの女だな悔しいです。もう悔しいよね。なんで私じゃないのよ。嫌ってほどあの気持ちいい音楽聞こえてきて、ポキュンも聞こえてきて悔しいです。これカスタムレバブルにしてんの。してます。あよし、ブルって気持ちよくなっちゃって。ブルって気持ちよくなりたい。ブルって気持ちよくなって入れてシルダス、ね、はい、これ全部本人が言ったことですから。そうです、全て言ってますからブルって気持ちよくなって汁出して、みんな汁が見たいってなってるんで。本当にびちょびちょになってね、エンディングの時はずぶ濡れでずぶ濡れでありがとうございます。おいしいお酒が飲みたいんですよ、パチンコで買って。そやな、その初めて2万発出した時はもう嬉しくて嬉しくて、うん、その日に全部使いました。あ、それでいいんだよ、それでいい。酔い越しの金は持っちゃいけない、博打の金は全部使った方がいい、ね、全部使いましたね。その日に何使ったの。ホストですかやっぱり。違いますよ焼肉代と飲み代に使いました。あれもいかにもホストでぶち込みそうだよね。違いますよ。あ、メンコンとかそっち側ホスト。あ、いやあの、なんて言うんですかね、私人生で1回だけ行ったことあるんですよ。ホストクラブ。ホストクラブに18歳ぐらいの時に。ほう、18歳か。お酒も飲めないじゃないですかそうだね、18歳だとね。あの大学に行って、うん、お友達に、うん、そのホストクラブに行ってみたいと言われまして、はい、あで18歳になったから入れると、うん、ついて行きましたよ。なるほど。でもまあ、お酒がまず飲めないので、そもそも、うんうん、もうソフトドリンク飲みに行くんですよ、ね、わざわざ。そうだね、あまりこう空気感のよろしくない場所に、うん、あんまりあれするのもダメか。まあそういった何を言ってんだよお前言いかけてやめるのやめじゃあ私なんていうんですかね、うん、話が面白い人が好きなんですけど、うんうんうん、その時にこうお話しした方は、うん、なんていうんですかね、まあ話は面白くなくて。ないんだ、ホストで面白くないの。割と致命的だ。そうなんですよ。だからえ、絶対これ私の方が喋ってるの面白くないってなっちゃってダメでした。え、苦痛でした。自分好みのイケメンでもなかったってこと。いや、はい、はっきり言って。あー、もうそいつはもう多分もう引退して今
なんかね、何やってるの、バイトでもやってんだよ。なんていうの、あんまり派手な髪の毛の人とか好きじゃないんですよね、うん、怖いよね、派手な髪の毛の人ね。どうしてそんなになってんのみたいな人いるじゃん、なんか山嵐みたいな。黒髪が好きなんですよ、私。あ、そうなの。はい、じゃあ茶髪の人はみんな、あ、そういうのが弱者男性に受けてるんですね。違いますよ。違いますよ。いや、本当に絶対みんな黒髪の方がいいんですよ。まあ、だってね、日本人の肌色に合ってるのは黒だからね。日本人だから。そう思うよ、確かに。なんで黒髪が好きだからね、ちょっと。でも意外、ホストとかそういう派手な人好きそうに見えるけど、もうすっごい苦手です。あ、そうなんや。なんかだからお友達から入っても、うん、職業ホストですって言われると、うん、仲良くはなれないなって、うん、まあホストどこまで本当のことで喋ってるか分かんないからな、あいつら。そうですね、あんまり、まあその職業を、うん、あれするわけじゃないですけど、うん、私はあんま、まあいや、いいんだよ。好き嫌いは何でもいいんで。あ、嫌いです、うん、嫌いでいいんだよ。ホスト大体嘘つきだし、大体嘘つきだから。そうなのね。ブルッタ。よかったですね。これは当たったな。ブルッタ。よし、応援に行こう。これはランプ。あ、ランプ勝った。確定おめでとう。嬉しい。結構長い。永遠の炎に帰省。よかったー。ラー飛ぶー。今汁バー出てる。ドバドバです。ドバドバですよ。カメラさん、カメラさん寄ってくださいね。あ、そこじゃない。そこじゃない。じゃないんですか。そこじゃないんですよ。こっちなんです。あ、こっちですか。映ってる方なんです。間違えちゃった。いや、こっからが大事。せやな、こっからが大事。 50% なんで、じゃあここはワイが邪魔せずちゃんと頑張ってみてくれ。はい、ありがとうございます。頑張ります。よかった。これは絶対にショーに勝ってベニマルで戦おう。絶対そうしよう。第8魂チャレンジで行こうかなと思います。わかりやすいんでね。で51、青い青い 10%。 うーん、 10%、 青、10%。 10%、 ちょっとやばくない。最後は何色ですか。何色。赤い赤い赤い。隊長頼む。隊長、52%、 72% ですよ。熱っ。暑いです。永遠の炎に帰省。ラートム、ラートム。ここからが本番なんですよ。勝てばバトルスタート。いや、まだまくれる。とりあえず3000は取ったってことか。3000取りました。素晴らしい。3000取りました。そして 75% だっけ。違う、次のバトルがね、そこを勝てば80%。連打じゃない。え、え、待って待って待って、え、待って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 、え、まだ終わってない。まだ終わってないですね。次がありますね。
やだ、終わらない、終わりたくない、絶対に何があっても。復活して、集中します。え、負けたんすか。いや、集中してます、今感じてます。というわけで、万発はあゆあゆの連チャンを見届けるためにここら辺でやめておきたいと思います。ありがとうございました。お疲れ様でした。次は勝てる、ショーに勝てる。養分じゃ終わらないマンだ。いやー、気持ちいい、気持ちいいです。よし、6先発、よし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 、諦めないことが大切。これはですね、ベニマルさんでいきたいと思います。前回もベニマルさんでね、14連勝させていただいたので、ベニマル様で今日も戦っていきましょう。私も動画を撮っていいよってさっき教わった大崎さんに。チャンス、ベニマルさん、誰と戦うんでしょうか。お願いします、よろしくお願いします、よろしくお願いします。1戦目はアロー、1戦目アロー、いいんじゃないの、いいんじゃないですか。まとい、いいでしょう、大丈夫、避けられる。え、待って、アローからの翔くんとか嫌じゃない、嫌じゃないですか。あ、ジャパンに何を使いますか。か月ぐらいで暁でもよきよ。大丈夫、大丈夫、ある、復活ある、復活ある、復活絶対にある、復活で。ありがとうございました。ベニマルさん、これ終了ですか、本日終了。ありがとうございました。まあ、あの最後の最後にね、何も出ないよりは良かったんじゃないかな。ありがとうございます。本当にリゼロで大負けして永遠でちょっと取り返すっていう流れができてるんですけど、はい、では本日の実戦はここまでということで、ありがとうございました。永遠ありがとう。リゼロはまたリベンジします。エンディング、お疲れ様。お疲れ様でした。最後スター性発揮したな。最後ね、ちょっとあのままヘタレ終わりになったら、いや本当にヘタレ終わりじゃなくて、だったらもう君の勝利はなかったかもしれない。いやー、でもあそこで当ててちゃんと、しかもラッシュ入れてね、取ってるから、ラッシュ入りましたね。さあ、はい、それで、結果的に終始の方どうなったかという発表でございます。はい、じゃあいきますよ、今送られてきましたから、はい、Y はですね、投資9000円、
結局たくさん出たが飲まれまして、玉数で言いますとねマイナス2250発でございました。対しまして、はい、あいあゆちゃん、はい、投資が結構いったね。投資が、3万7000円、うん、で出玉は5621玉で差玉はマイナス3629っていうことはマイナス対マイナスだが Y の勝利っていうことなんですが、これ6000分全部まとめて、はい、そうですね、はい、うん、ちょっとその結果私も知らないんで6000収入いきますよ、はい、おじさんチーム、はい、おじさんチームマイナス6000トータル1万335、マイナスか1万335、パチ女子チーム、はい、マイナス、はい、19523玉ということで約1万発の差をつけましておじさんチームの勝利。さあおめでとうございます。女子が負けるとですね、こっから生贄がね負けました、もうみんな全てを差し出すっていうそういうルールでやってるらしいですね。あ、だから私が最後に持ってこられたんですか。そういうことです。もうババアには用がないっていう嘘嘘、誰が出たか知らないんだわいは、あんまり勝ったこと言うもんじゃないが、まあ結果的にはね、まあ負け、両チーム負けなんですけど、まあね、はい、頑張ったおじさんが年の子ですか、ちょっとこう細かくやって、さすが先輩です、そういうことで、はい、勝ちましたです。ということで今後もじゃあ何、ガイドワークスの仕事にたくさん登場してくれるのかな。はい、登場したいので、うん、もっとパチンコをね打ってお勉強して。そう、でもまああんま考えなくちゃいけない。考えなくちゃいけない好きな台を好きに打ってもらうのでそれで形になるんだから、はい、あんまこう勉強勉強とか仕事仕事って先立っちゃうと、うん、ちょっと嫌なこともたくさん出てくし、うん、使われるんで、うん、まあ楽にやりたいようにやってもらって、需要があるから、はい、そう、そうやってどんどんね先輩女子ライターをね駆逐していっていただきたいと思いますね、うん、ということで、まあ大変楽しく、まあ、今後も共演の機会がね、はい、あったらいいと思うんで、はい、ますますあの美貌に磨きがかかって、はい、また再会することを期待しております。はい、はい、というわけで、はい、おじさんとパチ女子の熱き第6戦目も全部終了しましたんで、しました、お疲れ様、またの企画を見ていただきたいと思います。それではあやよちゃんね、お疲れ様でした。はい、ありがとうございました。またバイバイ。